こんにちは、まい先生です。今日は音階やアルペジオなんかを弾く時の、スムーズな弓の運び方をお知らせします。音階を弾く時やアルペジオを弾く時なんかは、この指が足りなくなる前に1の指をくぐらせてから、他の指を運んでいくという指の使い方をすることが多いです。そんな時に1番の指をどう使うのかな、それから運んだ後の残りの指をどんな風に使うのかによって、これ簡単にスムーズにいく方法があります。さあ、それでは鍵盤の方を見てもらいましょう。さあ、それではドレミファソラシドを弾いてみますね。こんな風にスムーズに弾けるといいですよね。さあ、これどんな風にしているかというと、ドレミまで弾いて1番をくぐった後、なるべくこの部分が水平に保たれたまま右へそのままスライドするように弾いています。どういう時にうまくいかないかというと、1番をくぐった後に2番の指先だけがどこに行くかとポジションを取ってしまうと、他の 3,4,5 の指のことを気をつけていないと、回転をするように指を動かしてしまって、 3,4,5 の指のポジションが随分鍵盤の近くに、こんな風に斜めにポジションを取ってしまいます。そうすると弾くときに右に回転してしまったり、4,5 の指の真ん中で支えることができないので指が戻りにくかったりします。斜めにこんな風に弾くような形になってしまうからですね。なのでここで練習の方法は、ドレミを最初一度に弾きます。そしてそのまま右にスライドしてファソラシドを弾きます。こんな風に指替えをする前の音、それから指替えをした後の場所、このポジションをスムーズに手がスライドするような形で正しいポジションを捉えるようにします。その時少しイメージするのが、ここに鉄の棒、鉄棒があるようなイメージをして、上から握る形をします。上から握った形、例えばこれがこんな風に準備をしてしまった時には、鉄棒がこんな風に曲がっているものを握ったのと同じ形になっています。なのでまっすぐ鉄棒があるなんていう風に思っていただいて、この握る時に曲がる部分、この部分がここまっすぐ設置をされているような形で、右に手がスライドできるようにイメージします。特に5番の付け根の部分、これが手前に来ないように気をつけます。ここを和音で弾いて、その後ちょっとバラして弾いてみます。こんな風に指を動かすんだなと分かってきたら、ドレミまで弾いたら1番の指くぐるとき少しだけ右に、さらに5番の付け根が鍵盤の奥の方向に振るような形、ちょっとだけしていただいて大丈夫です。そして1番をくぐったら、この時気をつけなきゃいけないのが、振ってしまったら戻さなきゃ、そんな風に皆さんが、してしまうところよく見かけます。そうすると手の甲、この部分がこう振ってこう戻って、こう振ってこう戻ってなんていう風にすると、やっぱりガタガタとしてしまうので、
くぐってちょっと右に振っていいので、その後このままこのラインが変わらないように持っていってください。こんな風です。これ上から降りてくる時も同じ。この後降りてくる形の方がよく見るのが、この3番の指をミの場所に運ぶときに、1番を中心にまたこんな風に回転をさせてしまうと、随分手前の方に3番を設置してしまいます。そうするとここに運んだ後にまた戻す、戻さないと1番が届かないので、こんな風にひねるような動きになってしまいます。でもこの時に気をつけること、3番の指は今だいたいこの白い鍵盤のこの辺りにありますから、ここからまっすぐ動いたところをポジションを想像していただいて、まっすぐ動いた場所、ここに到達するようにポジションを取ってもらいます。そうすると、そしてここです。先ほどと同じように少し斜めに持ってきて大丈夫です。でもその時に1番を戻す時に振り直しをしないようにしましょう。ここ1番をここのくぐっていた場所から出して張り出したら、そのままもう指の先が到達したら手前のところで引いてください。3番のポジションをスライドするように奥で取ります。1番は手前で取ります。こんな風に同じです。こんな感じ。ここに鉄棒があって、上から握るような形、それから指をくぐらせた時に手前の方向に指が来ないこと、なるべく指をかぶせた時には手前に来ないで奥のポジションで取ること、1番は到達したらすぐにその場所で引くこと、こんな風にすると指替え、とってもスムーズです。いかがでしたか。こんな風に指替え、1番の指をくぐった後にしっかり横へスライドしてみてください。でポイントは、鍵盤の上にまっすぐの鉄棒があると思って上から握る形にして、このラインが鍵盤の上の部分と平行になるように持ってくるようにしてみてください。指替え、指くぐりを
うまくポジション取ってスムーズに弾ける方法でした。チャンネル登録、それからグッドボタンもよろしくお願いします。